アビナッシュ・カマラカー・ディキシットは、インドのボンベイで生まれ、後に、アメリカ合衆国の国籍を取得した、インド系アメリカ人の経済学者。貿易理論などが専門。ディキシットは、1963年に数学と物理学を専攻して、当時のボンベイ大学から、理系の学士号である、BSC を取得し、ついで1965年に数学を専攻し、 ケンブリッジ大学コーパス、クリスティカレッジから優秀賞と共に BA を取得した後、1968年にマサチューセッツ工科大学から経済学の PhD を取得した。1989年7月以来、2011年現在まで、ティキシットはプリンストン大学でジョン・ JF シャード52経済学講座の教授の座を占めている。以前は、 経済学及び国際関係論の教授であった。プリンストン大学へ赴任する前には、マサチューセッツ工科大学、カリフォルニア大学バークレー校、オックスフォード大学のベリオールカレッジ、ウォーリック大学で教えていた。ティキシットはまた、マサチューセッツ工科大学の客員教員であり、国際通貨基金や、ラッセル政治財団でも役職に就いている。 ティキシットは2001年に国際計量経済学会の会長を務め、アメリカ経済学会では副会長や会長を務めた。1992年にはアメリカ芸術科学アカデミー会員に、2005年には米国科学アカデミー会員にも選出されている。2006年と無尊のいた引用栄誉賞を受賞。ありがとうございます。